フーツラは1923年にドイツのバウハウスにおいて非常勤講師として務めたパウル・レナーによって発表されたラテン文字の3セリフ対書体初代。フーツラとはラテン語で未来の意。フトゥーラがラテン語や西欧諸語の発音に最も近く、カタカナ表記には他にフツラ、フツーラなどが見られる。ツの音節の言のみが超音であるため厳密には フーツラという表記は、原音からすると誤りであるが、日本ではこの読みが幅広く浸透している。いわゆるジオメトリックサンセリフの一種で、幾何学的な造形が特徴的である。現在でもよく用いられているサンセリフの一つで、ルイ・ヴィトンのロゴ等にも使用されている。一時期、ナチスドイツを連想させる書体であり、使う文化圏には、 注意を払った方が良いと日本で言われたことがあった。しかし小林明や盾の隆一の調査によれば、ナチスを連想させる書体という話は、日本の中だけでルフしていた誤解である。フーツラは、欧米諸国やイスラエルなど、世界中で広く使用されている書体であり、特定の政治的意味を持ち、使用には注意の必要な書体だとみなすのは、全くの誤りである。 むしろ、フーツラの製作者レナはハンナッチとして著名な人物であり、レナの務めていたバウハウスは、ナチ党によって大敗的だとみなされ迫害を受けた側にあたる。フーツラで書かれたボーイング747のオートパイロットコントロール。フーツラは航空宇宙産業において飛行景気及び制御マーキングのために広く普及している。ありがとうございます。